アニソン、ゲームソングの最新情報をお届けするプログラム、メイジスリリースインフォメーション、VJ のクラックアートです。今月は、スタンドアップリコーズ、一押し、マジピカピカで愛しさマックスを隠しきれません。順調のアフィリア、そして、ピュアリーモンスターの新曲、お届けします。ピュアモン選抜メンバーも来てくれるみたいです。それでは参りましょう。So let's get started!テレビアニメエアキャン好評放送中、必見です。お見逃しなく。エアキャンのブルーレイ &DVD が発売決定。いろいろな特典がつきます。新作アニメーションも収録、超おすすめです。5月27日発売。フリュー。ヤトガメ、何ニヤニヤしてるんだ。テレビアニメマッペンやるでよ。マッペン？違う。相変わらずなまってるな、ヤトガメ。なまってにゃ。ヤトガメちゃん観察日記2冊目、2020年1月より放送開始。どえりゃあ名古屋、マッペンやろびゃ。人気 VRMMO に超大型新人、最強初心者のノンストレスな大冒険、ポーフリ1月放送開始。純情のアフィリアになってもう5枚目のシングルなんですね。ダンサブルでビートも強め、メッセージも結構鋭いんですけど、でも可愛さはきっちり抑えてて、これがアフィリアの良さなんですね。本当に現在放送中の冬アニメ、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。いわゆる棒振りのオープニングテーマも収録されてます。純情のアフィリアメンバーさんからメッセージいただいてます。お願いします。せーの、私たちは愛とミルクと魔法の乙女、純情のアフィリアです。夏目ベールです。葉山かなです。ゆうきくろえです。はい、私たち純情のアフィリアは3月11日に5枚目のシングル大好アラブと究極アンバランスを発売します。イエーイ。はい、大好アラブという曲はですね、はい、プロデューサーの牛倉千代丸さんに書いていただいたんですが、なんとですね、みんなのソロパートがあるんです。やった、初です。初です、ね、すごいですよ、ダンスもね、はい、なんか今までにない感じのポップで、かわいいポップ。はい、あと曲の歌詞がファンの人と私たちアイドルの恋の禁断の、はい、禁断の恋の話を書いてるので、ぜひ聴いてキュンキュンしていただけると嬉しいです。はい、そしてですね、究極アンバランスの方は現在放送中のテレビアニメ、はい、痛いのは嫌なのでボーデルに曲振りしたいと思いますのオープニングテーマに立てます。嬉しいですね。アニメのタイアップなんですけれども、アニメのストーリーに沿った歌詞になっていて、メロディーもすごい綺麗な爽やかになってますので、ぜひぜひそちらもライブの方で見ていただけたらなと思います、はい、ぜひライブも遊びに来てください。それでは純情のアフィリアでした。バイバーイ。アフィリアニューシングル Like or Love 究極アンバランス、3月11日発売。声優さんレッスンも頑張る、アイドルレッスンも頑張る、明日を夢見て頑張りまくりの優等生キャラ、ピュアリーモンスター。サードシングル「シークレットストーリー」でオリコンウィークリートップ10に入っちゃって、もはや天井クラスの超頑張りを見せちゃうピュアモンちゃんの4枚目のシングルは、妹感あふれる遊園地ロケで俺とのデート夢見ちゃってんじゃないの。そんな気持ちでいっぱいですよ、マジで。そんな良い子のピュアモンちゃんから
富澤恵里ちゃん、柳美里ちゃん、そして安藤玲奈ちゃんをお迎えします。クラーク君、お前も頑張れよ。はい、今回のゲストピュアリーモンスターの皆さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。お願いします。はい、チミリニミリ柳ミリ、天下無敵の三日月スマイル柳ミリです。よろしくお願いします。はい、ピッ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 、エリピンク、あなたのメインヒロインになりたい富澤恵里です。よろしくお願いします。はい、みんな幸せになーれーにゃ、幸せの配達人れいにゃこと安藤れいなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラプティカルパレード、どんな楽曲か、どんな楽曲になったか、仕上がったか、残った方からちょっと教えてもらいましょうかね。はい、うん、もうラブティカルパレードは本当にあのポップで可愛くって、一度聴いたら本当に頭から離れないような中毒性のある可愛いピュアリーモンスターらしい楽曲になったなと思っております。はい、これはなんか好きな子とデートに行った女の子の気持ちを歌ってる曲で、うん、女の子はこうなんだろう、思いが一致、私たちと思いが一致っていうか、なんて言う、なんかすごくリアルな心境を歌詞の中で歌ってて、好きって言われたらその後でちょっとストップっていうのも全部歌詞になってるんですよ。そうですね、うん、今回はですね、あのミュージックビデオ拝見させていただきまして、ありがとうございます。素晴らしい、もう本当ドキドキしちゃう、あのなんて言ったらいいんですかね、男子からすると、あ、こういう風にこう女の子がしてくれたら楽しいな、遊園地でこう過ごせたら楽しいななんてものがこう満載なミュージックビデオだったんですが、あのビデオ撮影どうだったんですか。まずやっぱり最初に出てくるのがとにかく寒かったなっていう、撮影が2019年の12月に撮影したんですけれども、本当にマイナス気温の中でこの半袖の衣装で撮っているので、寒かったっていうのがまず私たちは第一に出てくるんですけれども、でも遊園地で遊んでるカットとかがいっぱいあって、あのねえにゃはまずジェットコースター、そうなんですよ。なんかあのジェットコースター、あの MV の中では映ってないんですけど、1回転するシーンがてか、あのコースの中にあって、もうそれを連続3回乗らなきゃいけない、結構大変だったんですけど。大変でしたね、僕らはほら発着するとこしか見れないから、そうです、あれですけど、じゃあもう実際にもう、あい、そこでストップじゃなくて、回ってまた帰ってきて、そうなんですよ、あい、もう一回みたいな感じでそのまま進んでたらしいです。そうなんです、裏話です。そうなんです。私服ですか、あれ。そうなんですよ。みんな選びましたメンバーさんで、ちょっとデート意識してます、みんな可愛らしく、可愛らしく。まあでもあのコートの選び方なんかやっぱり9人9用というか。そうですね。それからタジケントラベリング、こちらもポジティブな楽曲になってますが、こちらはいかがですか。タジケントラベリングの方はその名前の通りというか、なんというか、すごい不思議な感じがこう曲調からも出ていますし、こう振り付けとかも結構不思議な感じがあったりとかしてるので、トラベリングっていう名前がふさわしい感じの、本当に途中で間奏でみんなでこう回っていろんなところに行くっていうところがあるんですけど、そういうのとかもあるので、ラブティカルパレードのキラキラ感とはまた別の不思議な感じっていうのがすごい出てるかなって思ってます。皆さんはピュアリーモンスターがなんと9人中6人が O 型だということをご存知でしょうか。ご存知でしょうか。血液型 O 型あるある、ね、ここで丸と×で私14項目読んでいきますので、皆さんお前でですね、丸なのか×なのか、あるあるなしなしをちょっとねやっていきたいと思いますね。ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、参ります。基本的に仕事真面目、次、はい、掃除ができない人だと思われる、まる、皆さん合っちゃう、合ってる、次、蚊に刺されやすい、まる、お、あ、分かる、割れました、うん、次、人の話をあまり聞かない、あ、なるほど
さそれから熱しやすく冷めやすい。熱これか。熱い。細かい人が苦手だ。マジュー。ああ、割れました。次、予定を決めてもだんだん面倒になる。マジュー。これ一致しましたね。それから好きな人とどうでもいい人への差が激しい。それは、まあ、みんなそうこれさすが大柄、僕も大柄なんだよね。次、実は几帳面なところがある。言い方ですけどね。おじさんそれから妄想するのが好き。好き。次ですよ。広く浅い人付き合いが得意。これも割れましたね。さあ、あと3つありますよ。はい。メールや LINE の返事がいい加減適当だ。せーの、はい。あれ、はい。これもちょっと割れてます。あれ。どうぞ。基本ポジティブ。あ、うん、ポジティブ。そうですよね。さあ最後ですよ。大型、自分の血液型が好き。ということでね、大体皆さんの、まあ、大型ではありながらちょっと割れたりしているところもあったのでね、皆さんあるあるなしなし分かっていただけたんじゃないかと。それではこれをご覧になっている皆さんに向けて、こちらのカメラで最後に告知メッセージをお願いしたいと思います。お願いいたします。はい、ピュアリーモンスターフォースシングルラブティカルパレード多次元トラベリングが3月4日に発売されます。はい、ただいまリリースイベント開催中でございます。はい、詳しくはピュアリーモンスターの公式ツイッターまたはあのホームページの方をご覧ください。そしてミュージックビデオがフルで公開されているので、そちらもぜひぜひたくさんチェックしてください。よろしくお願いします。はい、今回のゲスト、ビュアリーモンスターの皆さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビュアリーモンスターフォースシングル3月4日発売。お送りしてきましたメイジスリリースインフォメーション、いかがだったでしょうか。ピュアリーモンスターの富澤さん、柳さん、安藤さんをお迎えしました。もう本当に可愛らしい、可愛らしいとだけしか言えない。ぜひラブティカルパレード要チェックでよろしくお願いします。そして皆さんも一緒にデートをしてる気分になれるミュージックビデオもこの後ずっとご覧になってください。よろしくお願いします。ということで、メイジスリリースインフォメーション、またお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.